どうも、シュートです。さあ、今回はですね、いやー、昨日はですね、カカ選手がかなり、ウィールを賑わしたんじゃないかな。まあ、実際に僕も使ってみてめちゃくちゃ強かったんですけど、まあ、今回の動画はですね、いやーもうミラン補正帰ってきたっしょってことで、まあ、ミラン補正でやっていこうかなと思います。いや、今後はやっぱミラン補正がトレンドになってくるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんユナイテッド補正とかもすごい強いんですけど、まあ、ユナイテッドの中で一番使ってるのは僕はやっぱラッシュフォードかな。でもラッシュフォードに関してはぶっちゃけ色がそんな変わんないんですよね。補正かけなくてもね、十分めちゃくちゃ強いんで、まあ、それならカカだったら決定力の色が変わるので、まあ、それ以外は変わらないかなっていう感じなんですけど、まあ、瞬発力がカンストしたりと、まあ、カカが受ける恩恵っていうのは非常に大きいのかなと思うので、もう俺はミラン補正でしばらく行くかなと思います。で、もうちょっとお披露目しちゃってるんですけれども、カカさんのね、もう最適なポジション、もう見つけました。もう完全にチェレフチェンコの頂点です。もうここの位置で、まず背負って、パス供給。で、受けて、点も決めれる。いや、もう何でもできますね。まあ今まで僕、ジェラードをよく使ってたんですが、まあジェラードと比べてね、フィジコンは10ぐらい下がっちゃってるんですけど、カカに関してはね、身長が高いんで、やっぱ身長高い選手、フィジカル感じやすいんですよね。で、フィジコン82、ボディコン94あるんで、まあまあ、そこそこ耐えれます。で、今朝からチェレフチェンコの頂点で何試合もオンラインやったんですけど、もう余裕で無敗でした。てか、毎試合絶対に3点には絡む活躍してたんで、ちょっとね、これはぶっ壊れかもしれないですね。まあ、今回 1.5 列目ラインブレーカーにしたいんですけど、ちょっと無印のファンバス点置いて、まあ、DMF にライカールト、センターバックにマルディンに置いて、こんな感じでやっていこうかなと思います。それではね、早速やっていきましょう。はい、では対戦よろしくお願いいたします。さあ、まあ、ユナイテッド補正はですね、言ってもね、オーフェンスの選手がね、非常に多いわけですよ。まあ、前目な選手ですね。前線のポジションの選手ばっかりなんですけど、まあ、言うて、パクジソンとかアーウィンはね、まあ、ちょっとまあ、補正かけてもかけなくても、みたいな感じはあるんですけど、ミランって本当にね、前線、中盤、ディフェンスにね、もうすべて、もうすべてのポジションにいい選手が散りばめられてるっていう感じなんですよね。まあ、マルディーニだったら、まあ僕は結構サイドバックとかで使うんですけど、まあ、ライカールドだったら DMF。で、フリットとかは、まあセンターバックもできるし、まあフォワードもできるし、みたいな感じで。で、ファンバステンはまあ最前線で、もうかなり強いですよね。で、カカさんに関しては、もう CMF とかやらしても本当強いと思うんで、はい、このターン力。えぐない?普通に。えぐすぎでしょ。いや、もうカカ最強でしょ、マジで。普通にあそこ反転しちゃうからね。もうね、体強すぎよね。もう身長高いからやっぱ強いんよね。そういうとこ。はい、で、ここ抜け出して。ワンパで抜け出して。はい、もうここ負けない。負けない。はい、ナイス。化けもんでしょ、これ。化けのもんでしょ、マジで。もう昨日からね、一生興奮してるわ。ちゃんと寝れんかった、普通に。うん、俺、ウイレノーやから、もうウイレでいいことあったらね、寝れないんですよ。もうこんなカカ来たらね、それは寝れないでしょって話ですよ。あーもういいターン。で、ここでパスゴ入れときます。で、バステンでちょっと背負いつつ。はい、カカ。あー、ワンダイクに勝っちゃう?いや、惜しい。いや、勝ったら気持ちよかったな。で、まあね、前線の選手以外にも補正かけれるっていうところも、まあこのチームじゃない、スカットに安定感をもたらしてくれるっていうところですよね。まあ攻撃の爆発力が増えるっていうのはもちろんいいんですけど、まあやっぱね、試合に勝つにはもう前線、中盤、ディフェンダー、もうすべてが安定しないといけないと僕は思うので、その安定感をもたらしてくれるミラン補正っていうのは、まあちょっとね、今後最強になってくるんじゃないかな。まあもちろんね、もうカカいる前からミラン補正の人も全然強かったんですけど、カカで一気になんかランクが上がりましたね。もう圧倒的に1位でいいんじゃないかな、普通に。ユナイテッドで言ったら誰やろ?アンディ・コール、フォルラン、ベッカム、ラッシュフォードか。まあこのあたりがまあ有力候補かなと思うんですけど、いやーもう、ミラン全員使えるじゃん。まあ俺あんまりフリット好きじゃないんで、フリットはそんな使わないんですけど、まあ CMF とかつけたら、チェレフチェンコの場合だったらサイドの CMF とか、まああとはもうディフェンスセンス低くていいならセンターバックとかも僕はおすすめしてるんで、強いよな。いや強いマジで。さあ、バステン受けて、さあ、カカ。いやーまあさすがにそこはね、そこは勝てないけど、もうこっからの守備が安定感が違うと。なんかいつか FP 選手も補正かけれるようになったりするんすかね。それだったらちょっとね、面白い気もするんすけど。まあ、1上がりぐらいとかならいいんじゃないかなって思うんすけどね。いや、カカ早くね。はい、ここパス。今のは決めたいよね、さすがに。ヘディング。ライカルト。いや、惜しい。カカ。ナイスちょっとミラン補正圧倒的すぎんでしょ、これ。まあ、ライカールトも、ディフェンスセンスが95になったり、アグレッシブネス96になったり、スタミナ95になったりと、かなり色変わるんでね、やっぱ補正かけるだけでライカールトも全然変わってくるんでね。いやー、ミラン補正偉大よね。もうミラン補正しか勝たん状態になってないこれ、普通に。もう、高レートとかもね、ランキング上位の人はミラン補正で溢れ変えるんじゃないかな?
さすがにもうユナイテッドに飽き飽きするんじゃないかな。あのね、ユナイテッド補正かけなかったらぶっちゃけ俺ホルランは使わないんですよね。その理由っていうのは、なんていうんかな、あのフィジカルがちょっと足りひんと、おー惜しい、まあ、補正かけたらまあまあなんとかいけるかなっていう感じはするんですけど、やっぱねホルラン理不尽さがねシュートしかないんで、まあシュート理不尽なだけでもね十分なんですけど、もうちょっと理不尽やったらなっていう感じしますよね。はい、カカカカ、あ、ナイス。なんかごめんなさいね、ほんとなんか2日連続カカの動画になってしまって。でもね、カカはね、こすらせてくれ。おー、カカはこすりたい。あと4日はいけるな、これ。いや、もう今日で終わりますからね。はい、もう、もう取らないですから。はい、カカ。いや、ここはちょっと立ていかんかったらよかったな。でもここでしっかり回収して、はい、メッシ。はい、ライカールト。ライカールトのね、ポジション取りとかもすごい好きなんですよね。いや、惜しい。まあ、若干重いけどね、やっぱ上がってきたら。そこはあるわ。はい、ここ奪い切って、はい、アラバつけて、さあ、カカちょっと下がるんですよね、こういうとこ。でもそこを、今はうまく使えんかったけど、下がったカカを1個飛ばして、真ん中にカカを置いて、そのカカに、くさびを当ててから落とすみたいな感じ。まあ、奥に当てて、カカに落とすっていう感じですね。それがね、すごいハマる。結構カカに対してはパス後積極的に入れていいんじゃないかなと思ってます。さあ、ここコンカ。いや、右足で打つか。あのね、コンカもね、めちゃくちゃ入る、マジで。ビビるぐらい入る。なんかデルピエロぐらい。まあ、あんなには曲がらないですけど、まあ、ベッカムはもちろん最高級に強いし、で、デルピエロがその下ぐらいかな。で、カカがね、3番目ぐらいに今回決めてくれるんじゃない？まあ、フォルランとかもめっちゃ決めてくれるけど、それに匹敵するぐらいカカも今回エグいっす。はい。ライカルト。で、この抜け出し。神でしょ、マジで。あ、ミスった。いやー、ちょっとミスった、今。今回打ちたかったのにな。今回言ってたらね、今回打ちたくなるんで。あんま良くないよね、そういうの。もう、臨機応変にやっていこう。さあ、ここしっかり守れ。もう無失点でいこう。やっぱミラン補正の強さを見せつけるためには、まあ、ディフェンスの強さもしっかりと知らしめていかないといけない。いや、いい抜け出し。いいポジショニングから、ここバーストで。ちょ、バースト、こう、なんかたまに発動せんときあるよな。あまりにもね、早くバースト入れすぎると、なんか発動しないタイミングあるんですよね。せっかく入れてんのに。発動してほしい、ちゃんと。さあ、ここベディアシレで寄せて。はい、ここで。奪いたいけど。奪えない？まあ、間警戒しといて。あー、これはナイスボールやな。あー、でも助かった。ではでは、ここにつけまして、まあ、マルディにはワンパン持ちと。いいですね。展開しやすい。で、ここパンと当てて。いや、カカ今もいい動きしてたでしょ。で、ここ1個飛ばしてカカなんですよ。で、ここコンカなんですよ。ナイスー！あー、えぐいなー。カカえぐいなー。じゃあ2試合目はですね、ちょっとインザーギ左 ST に置いて、もう前線3枚ミランでやっちゃいます。いや、これマジでミランの時代来てるでしょ。いや、もうカカが強すぎんのか。カカが強すぎるだけかもしれんけど。バステンとかもうほんとチレフチンコであんま使ったことないから。はい、はい、コンカ。いや、負けんな。ほら、この体の強さよ。で、ここでしっかりキープして、前向いちゃうと。で、インザーギで、溜めて。いやー、無理か。でもあのキープ力もいいっすよね。で、ここ抜け出しと。で、右ずらして、カカの動画じゃねえんだ、別にな。カカを輝かせなくてもいいんだ、別に。勝ちゃええんだ、勝ちゃ。無失点で勝とうな、絶対。守備力も、やっぱりこう見せていきたいから。ライカールトと、マルディーニに補正かけたことによって、どれくらい守備力が上がるのかっていうところも見せていきたい。あ、ちょっと CB 出しちゃったけど。ライカールトナイス。いいね。まあ今操作してたけど、いいね。さあ、ここメッシから、一回こっちで飛ばす。飛ばして、インザギ走らす。いや、ちょ、なんでスルーした？ウイレってね、でもぶっちゃけ中盤ってそんな大事じゃない気がしてて、もうね、絶不調の選手とかでも中盤は全然務まっちゃうんですよね。でもそこをこだわるかこだわらないかで、本当になんか1点の差、まあ得点も失点もそうなんですけど、まあ関わってくるんじゃないかなとは思うんで、まあこだわれるならやっぱこだわっときたいですよね。あ、ユナイテッド補正、ロブソンもいたな。忘れてたな。ロブソンもめちゃくちゃ強いな。あ、だから中盤は安定する感じなんかな。まあスコールズはまあそんなに使ってる人もいないけど。中盤は結構安定するのか。まあ、ユナイテッドにね、ディフェンスのセンターバックの選手とかが出てきたら、またね、ユナイテッド補正の時代になるかもしれないですけど、いや、もう今はもうね、ミランでいいんじゃないかな。ナイスパス、あ、惜しい。いや、マジでカカ時代すぎんのよ。ほら、こういうとこ抜け出して、ズドーンと。いやー、ポストかい。まあ、ナイス。ミラン補正っていうより、カカ補正なんよ、これは。
もうカカ時代すぎる、ほんまに。取るか取らんかで、だいぶ変わってくる気がします。いや、マジで1日経って冷静になった僕でも、やっぱ取った方がいいって思うんで、これはもう本物なんだなと思いますよ。だから取らなかったらマジで後悔すると思う。まあ今後ね、まあ1回2回は来るかもしれないですけど、まあ今作中に来るかどうかはね、もうわかんないんで、いや、本当に今のうちに取れるなら取った方が、僕はもうなんかクライフとはまた別の選手な感じがしてきましたね。CMF でも使えるし、汎用性もいろいろ高いということで、マジで取っといて損はないんじゃないかな。やっぱ触ってて、まあ、能力値とかプレイスタイル似てるって言っても、なんかクライフとは違うなっていう感じはしましたね。クライフにはクライフの良さがあるし、カカはもう最強。なんか比べるのもなんか申し訳ないぐらい、ちょっと環境トップすぎるというか、異次元なんですよね、普通に。じゃあまあモラタとハーランド入れますかね。多分サイド CMF でやらせてもね、めちゃくちゃ強いと思うし、とりあえずどのスカットにも絶対に入れられる選手。ギジ 3CF だとクライフね、結構難しいっていう人も多いと思うので、やっぱ無印の選手よりもラインブレーカー置きたいっていう人が結構多い中で、俺無印って言ったっけさっき、2列目からの飛び出し。まあ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 、ラインブレーカー以外を置きたくないっていうことね。ラインブレーカー以外ギジ 3CF 置きたくないですっていう人にとってはちょっと難しいかもしれんけど、でまあカッカね、頂点に置きたくなかったらサイドの CMF でもできるんで、そういう汎用性よな。もうちょっと俺何言ってるかようわからんなってきたけど、とにかくもう取った方がいいんですよね。で、もうミラン補正、もう黙ってミラン補正にした方がいいと思う。何も考えず思考停止。やばい。いやでも無失点でいこう。はい、ナイス。ミラン補正でバランも強なってるわ。そういう効果でもあるのかしら。さあここパス、ナイス。でカカ受けて、はい、スルーパスと。なんじゃこのうまさ、やばいでしょ。やばい、もう噛んだわ。皆さんもうこれでお分かりでしょう。時代はミラン補正です。ユナイテッド、もう今すぐやめてください。ミランです。いや、環境が大きく変わってしまいましたね。まさか一人でここまで変わるとはっていう感じですよね。でもそれぐらいマジで影響力のある選手だっていうことは、まあ一日使って分かりましたね。まあファンバステンはちょっと外すかもしれないんですけど、まあとにかくミラン補正が一番安定すると思います。攻撃、守備ともにミランを使っとけばなんとかなるんじゃないかなと思うので、とりあえずカカ当てたら、ミラン補正に変えましょう。ユナイテッドはちょっと時代が終わったかもしれないですね。まあでもこう日々ね、環境が変わってアップデートされていくっていうのは、マンネリ化しないためにもすごく大事なことだと思うので、ゴロッとアイコニック補正の環境は変わったかもしれないですけど、まあそれもね、楽しんでいきましょう。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。